ちゃ混んでる。鈴木しねー。あ、コナーだけ超満足するパートになってる。待って、ここでさ、またさ、改めてその、なんだろう、すごい調べられるさ感じになったらさ、もう無理なんじゃね。一人一人にその中センサーみたいなチュイーって当ててたらさ、わ、このパート全然わかんない。大丈夫なのかな。 Excuse me, what's going on? どうしたんですか。入国検査です。乗客は全員バス降りてください。進んでください。やばいね、やばいぞ。だから最悪銃を持ってる、そしてパスポートを持ってる。大丈夫、大丈夫。国境を越えよう。 This way, please. さあ、こちらへ。うわ、アンドロイドの侵入禁止、バスで怪しい乗客を見つけ、至急セキュリティに。これは何、フランス語か。 We are controlling all passengers to detect the Android presence. Any detected Android will be immediately 体温をかかってる。 We're trapped. やばいね。 What are we gonna do, Kara? 体温ないの。じゃあなんで寒いとかっていう機能がついてるんだ。 Don't worry, yes, we'll be fine. 心配しないで、平気よ。今から二人でおしくらまんじゅうしましょう。おー、どうしよっかな。でもこれ今から進めないもんね。なんかない。国境越え、お、あ、ローズ、ローズ、ローズ、ちょっと気づけ、気づいて、気づいて、やった、ローズだ。気づかない、気づかない。ちょっと待って、ローズ、ローズ、あれ、オッケー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 。お手洗いに行こう。お手洗いに行くっていうついでにローズ、あ、あ、あ、気づいた。おい、どこに行くつもり。なんで急に逃げる。トイレ行きたかった。トイレ行きたかった。漏らしちゃうの。漏れ漏れぷいぷいな。人気のない場所に。OK。そしてここでどうする。ここ、この場で鏡見てどうするんだ。この先どうしようかしらって。とりあえず涙でも流してたら大丈夫かしら。どうする。ここに来て国境を渡れないっていうオチになってきてるぞ。さあどうなるか。もう十分頑張ったんだよって。でも今アリスの信頼ガタ落ちだもんね。どうする。はい、ローズさん、ほんと助かる。二人とも無事だった。ジェリコの襲撃でテレビを見て。ひょっとして殺されたんじゃないかと思ってたから。ほんとに無事でよかった。いや、ほんといい人、ローズさん。どうしたらいい、どうしたらいいって。アリスのことがとりあえず心配。ローズ。私に何かあったら、私に任せて。おー、何かのロックが解除された。弟って誰。You gave me your brother's address. 弟さんの住所くれたけど。Do you think that I? Of course. He'd be delighted. 歓迎してくれるわ。私たちも一緒に行くのね、結局。You'll be safe with him. そこなら安全よ。まあ一応リーダーはぶち倒したんで、じゃあ街を出る。You're leaving Detroit? ドロド出る。They're searching for Andrew. 今じゃ家の中も捜索するのよ。We had to leave. 密告される前に逃げ出した。ああ、そういうことね。みんなの、ああ、はいはいはい、はい、1周目なんですけど、あのボートでやってたんですよ。じゃあ別れを告げたいところだけど、検問所にどうか乗り換えられないかな。 We won't make it through. You have to. You know what they'll do if they catch you. 捕まったら殺されるのよ。でもどうする。体温ないんだよ我々。とりあえず心を休めるためのハグ。ちょっと抜け方をね、頑張るしかないね。さてさて、大丈夫かな。ローズと話をした。で、それ以外できることも特にないから、行くしかないね。アリス、覚悟を決めて。
あなたとならどこへでも行ける。お、息子じゃん。よう。I couldn't understand why my mother wanted to help you guys. なぜ母さんが評価するの理解できなかった。俺もやく気づいたんだ。I don't agree with what マーカスのやり方には賛成できない。But you're alive. でもあんたは生きてる。You deserve to be 自由になるべきだ。I just いつか hope people realize 人間もそのことに気づくはずだ。いい息子。名前忘れたけど。なんだったっけ。あれデイビッド違うね。ボブでもないし。なんだっけすごいローズ嬉しそう。さあどうする。やっぱ分け物を受けずに別れとくべきだったなら、あれ、え、順番抜かししてるよ。いいの。決断を下す。あーそういうことか。誰も犠牲にはしない。 Next please。 Next please。 おう、please がついてるだけあれだね。 Next じゃないんだね。さあこれでいけるかな。でも誰も犠牲にしないっていうのは自分だって助かりたいしね。ID please。 ID をパスポート please。 どうぞ。すげえ怪しんでる。でもあのレーザー当てられたら終わりだよね。ああ来た。ちなみにこいつらは人間？どうなる？どうなる？いやーでも、あ、もしかしてリーダーが死んだことを気づいて。They're androids. Androids. 無理だったか。嘘でしょ。おあら、マーカスやったのに。I'm sorry, Alice. いや。I love you, Carl. こういうオチになるか。まさかここで撃ち殺さないよね。捕まえるだけだよね、とりあえずは。まさかと思うけど。Now straight over to Detroit for a report on the conflict. Joss? Yes, Michael. Authorities have just confirmed. Fighting has now ceased in Detroit. And the area around the Park Plaza camp is now under control. We can see soldiers going through the city at this very moment. And they are exterminating the last fleeing demons. Law and order has finally been restored to the streets of Detroit. There is a general feeling of shock in Detroit after the terrible events of the last few hours. And initial estimates report several hundred troops have been killed. According to our sources, the deviant leader known as Marcus was shot during the fighting. The death of the deviant leader marks the end of the android rebellion. The destruction of the androids in the camps can now continue as planned. Nevertheless, it will take some time for Detroit to recover from these events. By creating machines more intelligent than ourselves, we took immense risks with the very future of our civilization. However, the situation is now under control. The total destruction of all androids will soon be complete, and the last remaining deviants will be hunted down and destroyed. だってアンドロイドが実装してまだ10年とかそのくらいの世界でしょ。で今後 AI どうしてくれるっていう話だよね。うわぁ、ひでえオチになっちまっただなぁ。かぁ。Detroit became human. すげえ後味の悪い今週末を迎えたな。前回がそのすごくいい感じで終わったんでね。あのまあ多少のそのね、ノースが死んだとか、ジョシュはね、前回まあ生き残ってたけど、ちょっと犠牲者が多すぎるな。最初の犠牲者がトットだからね。トット殺し、息子はまあまあ、息子は生きてたからいいか。マーカスと、マーカスじゃない、マーカスはカールと喋るし、ね、で、ハンクは自殺するし、で、最初にパートに出てきて隊長ぶち殺すし、その、ぶち殺したコナーは今度またマーカスにぶち殺されるし、結局コナーの自己満足に
エクスタシーを感じて終わった映画になっちゃいましたね。まあまあこういうなんて言うんだろうな、ブラックなオチ好きだけど、うん、なんか誰も報われないみたいなね。結局だってさ、今回のそのシリーズ、今回のその2週目のシリーズで言ったらさ、そのコナーは別にその満足不満足とかっていうのはないわけじゃない。まあエクスタシー感じてるとかなんか言ってみたけど、だけど、うん、結局映画の中で主人公格を担っていたキャラがたくさんいる中で、マーカス死ります、カーラ殺されます、でハンクも死にますでしょってなったら、もう誰も本当報われてないよ。マーカスは自由を手に入れたい、カーラはアリスと一緒に暮らしたい、コナーは任務達成、まあ、任務達成したからある意味満足なのかな。あ、そうそう、ルーさんも死んじゃったしね。うわー、これは後味悪いっすね。忖度なしで自分が思う選択肢をこうなんか後先ストーリー考えずにボコ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 いくと、まさかと思うけど俺の人生こんな感じになっちゃうな。やっぱ忖度しよう、ちゃんと人生、多少その選択肢を選んだ時は自分が辛いって思ったとしても、やっぱり全部を通して俺がこの人生を歩んできてよかった、この選択肢を生きてきてよかったっていう言えるような人生を僕らにはいかんなっていうことを改めてなんか痛感させられたっていう感じがしますね。結局人生ってその小さな小さな選択肢を積み重ねて生きてるわけじゃん。っていうのも、例えば今日朝何時に起きるとか、お昼ご飯何食べるとか、今日仕事を何するとか、学校でどんな勉強するとかって、こうなんか大きな決断のことに目が行きがちだよね。誰と結婚をするとか、子供は何歳に作るとか、どんな仕事に就くとかって。でもよくよく考えたら、今最初に言ったような小さな小さな積み重ね、コーナー、コーナー、 I'm so glad to see you. あなたを待っていました。アマンダの評価がめちゃめちゃ上がっても全然嬉しくないっぽい。この不幸な出来事からようやく解放され、これでサイバーライフも元通りです。ここは本当だから何なの、現実の世界なの、それともこれサイバーライフなの場所は。あなたに知らせることがあるの。あなたは廃棄処分だと。これは新型の RK900。コーナーパート2、知能も耐久力も増強され、新しい機能も追加されました。何、例えば料金とか。国務省から20万体のオーダーが入りました。私はどうなるんですか。You've become obsolete. あなたは型落ち。You'll be deactivated. 停止された。ミッション達成してこの落ちか。コナー自身は何とも思ってないんだろうけど、見た目一生、マジか。RK800 から RK900、 こいつをぶちのめすことが一番の解決策なんじゃないか。なんだよ、アマンダ満足落ちかよ。似合ってねえな、その服かー、了解しました。これ飛ばせるか。あ、飛ばせたね、うん。まあ、前回これも流してるんで、いいかなと思います。コナーが屋上を去った。いやはや、いやはや、いやはや、全員捕まり殺された。やっぱカールは自分が犠牲になるべきだったんだろうね。コナーが革命を阻止した。これコナーが革命を阻止せずにコナーをぶちのめしてたら、またちょっと別のオチがあったんだろうな。うん。うわ、ラストパートだけにまだまだ全然あるね。ハートプラザで革命。あれ、ハートプラザで革命じゃないパターンもあるんだ。それが一体何なんだろうな。世論は結局ね、リコールセンターに向かう。オビエル・アンドロイドを鼓舞する。機関銃にたどり着く。
で攻撃を仕掛ける、攻撃成功、ドローンがノースたちを襲う、ドローン、そう撃てなかったんだよね。まあこれでも撃ってたとしても第5リコールセンター付近っていう話になるんだろうな。でコナーがマーカスを見つける、でコナーを操作する、だから下行ってたらマーカスで、マーカスのうちだとどうなるかってところだったんですね。だからコナーでかもし負けてたとしたらマーカスの勝ちだったっていう話だね。続いてマーカス更新、更新、ああこれはあれだね、1周目の時のやつだね。うん、ってことは、コナー最終任務、ハートプラザ送る、ハートプラザ屋上に行くまでなんかあるのか、これ どういうあれがあるんだろうな。そうハンクが魂の霊で自殺しちゃいました。なので下相手にアラン隊長だ、アラン隊長だ、うん、でアラン隊長と部下を殺す、殺さなかったらコナーがその場でやられてコンパートは終わったってことだね。そうでコナーが屋上去った、あこれで終わりか、コナーパートは短いんだね。そう前回もね実はハンク殺しちゃってんですよね。コナーサイバーライフタワー、サイバーライフタワーから始まるパートって一体何なんだろうな。うん、これ全然わかんないよね。で、カーラ運命、これね、銃を見つけないパターンもあるんだな。で、兵士に見つかったらどうなるかだよね。うん、で、検問所に行くけど、まあ、迂回をする。ガードがいる。ああ、そう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 。ああ、ここ撃ってたら結構いろんな分かれ道になってたのか。で、バス停で、これなぁ、今回ちょっといろいろと心重いね、本当に。ローズとアダムをせっかく見つけたのに、最終的にローズ何もできなかったもんね。はぁ、ねえ、これ、やっちゃったよね。いやぁ、これ、自分が犠牲になるパターンでちょっとこそっと裏でやってみたいなっていうふうに思います。さて、進んでいこう。コンティニューはできない。どうした？マーカスは唯一の希望。なのに死なせてしまったの。まあ、アンドロイドからするとそうだよね。しかもコナーも廃棄処分されちゃうね。どうなってしまう？まあ、自分の手で考えてください。ということでね、かなりダークな、闇落ちしたエンディングを迎えましたが、2週目以上とさせていただきます。まあ、あとはちょろちょろ裏で自分でね遊んでみようかなっていうふうに思ってます。ということで次回からは、とりあえずポイントがたまったので一旦まだ解放できてないものをちょっと解放して、でなんだっけ、このギャラリー的なやつね、これこれで、サウンドトラックとかギャラリーとか雑誌とかなんかニュー出てきてるので、ボーナスポイントが尽きるまでちょっと遊ぶっていうパートを一つ取った上で、次のゲームに入っていこうというふうに思いますので、次回またお楽しみいただけたら嬉しいです。ということで本日も最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。いろいろと考えさせられるゲームデトロイトでございました。ということでまた次回お会いしましょう。バイバイ。